熊野神社は山形県南陽市にある神社である。旧社格は県社。正式名称は熊野神社であるが、通常は熊野大社の通称の方が用いられている。日本三熊野の一つとされる、イザナミの命を主催神としている。熊野神社の総本社である、熊野三山では、家住子大臣、熊野夫住大臣、熊野早玉大臣を祭人とし、 全国の熊野神社も、この三神を祀っている。当社では、伊ナミの命を主神とし、スサノオノソンイザ伊ギノソンを廃止している。社殿での最も古い記述は、大道元年、平城天皇の勅命により、木の国熊野権限の勘定を受けて再興されたとする、もので、それより、前の国分寺建立の時に創建されたものと、推定されている。実際には、 平安時代末期の平これ森により創建されたとする説もある。社殿によれば、後白河天皇が92年の即位の時に当社に天下太平の祈祷を命じ、以降直眼書になったと伝える。歴代の領主である伊達市、最上市、上杉氏の数計を受け、車両の寄進や社殿の整備が行われた。神仏集合の時代には、 熊野三山と同じ少々寺の事業を称することを許され、熊野修元の一大令状として栄えた。明治5年に、豪車、大正6年に県舎に列した。ありがとうございます。